名古屋で行われている中電子ども将棋大会は、この地方に住む子どもたちに日頃の将棋の腕前を競い合ってもらおうと、中部電力と日本将棋連盟が開催しました。今日は600人を超える応募の中から抽選で選ばれた小学生173人が参加し、特別ゲストとして招かれた藤井聡太八冠が子どもたちにエールを送りました。熊本出身も子どもの頃にはこういった将棋大会によく参加していましたので、将棋を楽しむという気持ちを一日大切にしてほしいなというふうに思っています。参加した子どもたちは藤井八冠に見守られながら真剣な表情で将棋盤に向かい熱戦を繰り広げていました。